議事堂猫の一匹、サンベリーナ。背景には、カナダ国立美術館とオタワのノートルダム大聖堂が見えている。カナダ国会議事堂の猫は、カナダの首都オタワに所在するカナダ国会議事堂周辺で、かつてボランティアにより保護されていた猫の総称。並びに、実際に同議事堂内で飼われていた猫の総称。国会議事堂付近のパーラメントヒルに、キャットサンクチュアリと呼ばれる一角があり、そこに雨風をしのぐための小屋が設置されていた。2013年1月、最後まで残っていた野良猫が引き取られたため、その役目を終え解体された。猫の世話とサンクチュアリの管理維持はボランティアによって行われており、必要な資金は寄付で賄われていた。1924年、当時新たに作られたカナダ国会議事堂のセンターブロックの地下にネズミが住み着いていており、その個体数が緩やかに増加していたため、これを駆除する目的で議事堂に猫を住まわせるようになった。その後すぐにネズミの数は減ったが、今度は去勢されていなかった猫の子供が増え出してしまったため、同1924年のうちに猫は議事堂の外で飼われるようになった。それ以降も1955年までネズミ類の数を抑える目的で337匹の猫が敷地内に雇用されていたが、その年以降は化学薬品にとって代わられた。1930年代にはすでに猫の世話をする人が現れており、清掃員や整備員が屋外のあちこちで餌を与えていた。特に、マブ夫人という清掃員の女性が猫や鳥の餌をカバンに入れて、議事堂周辺まで来ていたことが知られている。1970年、イレーヌ・デゾルモーが、後に猫たちの小屋が建てられることになる場所で猫に餌を与えるようになる。1980年中頃には、デゾルモーの活動に、ルネ・シャルトランが加わった。シャルトランは1987年に、デゾルモーが死去すると、その活動を引き継ぎ、1980年代半ば、最初の風雨よけシェルターを設置した。2003年には約30匹の猫がおり、コロニーの維持費は年間$6000と見積もられた。猫たちは無料で予防接種を受け、同地にあるアルタビスタ動物病院で検査も受けた。ペットフードを製造するネスレピュリナペットケアもペットフードを提供した。2000年前後からサンクチュアリで暮らす猫たちには、去勢、卵巣除去手術が施されるようになり、個体数は次第に減少していった。サンクチュアリに置いていかれたり、または一人でに迷い込んできた猫は、大抵の場合は、オタワヒューメインソサエティによって引き取られていった。こうした手術、引き取りの継続もあり、2012年後半には4匹が残るだけになった。シェルターは外へ開かれているため、猫の連れ去りや、冬季の厳しい住環境が懸念されてきた。また残る4匹の猫もサンクチュアリで暮らし続けるには、年齢や健康状態の面で懸念があったため、ボランティアは4匹の猫の里親を探した上で、サンクチュアリを閉鎖することを決定した。2013年に入り残っていた4匹の猫は、それぞれ引き取られていったため、サンクチュアリは、ボランティアの申し入れによって2013年1月に閉鎖された。シェルター等の建造物は同年1月12日に公共事業、政府サービス省によって撤去された。かつてここで暮らし引き取られていった猫について、ボランティアの一員であったクラウス・ガーケンがそのリストをブログに掲載している。野良猫の住処であるサンクチュアリは、国会議事堂とアレクサンダー・マッケンジー像から見て西側に位置していた。猫の住処は柵で囲まれていたが、猫が動き回るのに支障が出る程度のものではなく、猫は柵を越えて内外を自由に歩き回ることができた。1980年代半ば、最初の風雨よけシェルターがシャルトランによって設置された。1997年には2番目のシェルターがセントローレンスの入植者住宅を模した様式で作られ設置された。シェルターは単に悪天候から身を隠す場所としてだけではなく、冬季に猫同士がより集まって温め合う場所としても機能した。また、猫を念頭に作られたシェルターではあったが、アライグマやウッドチャック、ハト、リスが雨風をしのぐこともあった。猫の世話とサンクチュアリの管理はすべてボランティアによって行われていた。1970年のイレーヌ・デゾルモー、1980年中頃のルネ・シャルトランに続き、1997年からはブライアン・ケインズら新たなボランティアが、2003年にはクラウス・ガーケンが活動に加わった。さらに、ガーケンはケインズと共に、シャルトランのものとは別のボランティアグループも結成した。また、ガーケンは2005年からブログで、サンクチュアリでの活動について、執筆、公表を始めた。シャルトランは2008年に健康上の理由から、ボランティアを離脱、2014年12月7日に死去している。2003年、シャルトランはこれまで猫をはじめとした動物の世話に60年間、携わった功績から、カナダのヒューメインソサイティによって動物の英雄賞を授与された。シャルトランの功績としてサンクチュアリに風雨魔除けのためのシェルターを作ったことが挙げられる。ピエール・ベルトンによれば天候の良い日には1日に300人近い観光客がやってくることもあった。また、ジャーナリストが取材に訪れることもあったが、こうした議事堂猫について後世に語り継ぐというよりは、単にちょっとの間テレビを賑わすための材料として取材しているようだったという。訪問者の中には著名人もあり、カナダ首相を務めたピエール・トルドーは散歩がてらサンクチュアリに立ち寄るのが習慣で、ブライアン・マルルーニーは自身の乗るリムジンカーから手を振るのが常だった。同じく首相経験者のステファン・ハーパーとローリーン・ハーパーの夫妻はサンクチュアリのボランティアと会話したこともある。カナダ議会の議員もしばしばサンクチュアリを訪れており、副首相を務めたハーブ・グレイも訪問者の一人であった。画家のグウェンドリン・ベストは猫の絵を多数手掛けており、2013年にはこれらの絵がオタワのオレンジアートギャラリーで展示された。ベストの絵の一部は議事堂猫カレンダーにも用いられている。ありがとうございます。